かけろ、ノブ。いつか穏やかな旅に出ようか。加減はせんぞ。ハザクチの悪徳な侍。
この野営を束ねる僧に会えと言われたが、八郎が持っておった地図を読めるのだろうか。へっ。さあどうぞ見ていってくださいよ。お目が効きますね。また来よう。またいつでもいらっしゃってください。志村様にするものか。泉の港で海賊を退治したのも地頭様だったんだろ。そう。何かご入り用でしょうか。酒井様、お達者でいらしたか。奴らのことをどうかご分を。酒井様、ぶしつけですが、ずいぶんとお疲れのご様子。体は休めていらっしゃいます。戦が続いておるからな。確かに休めておらぬ。では日吉の湯にいる妹をお尋ねください。病にかかった時、勧められるまま湯に浸かると体に力が戻るのを感じました。それは良いことを聞いた。病にはお気をつけください。純真、まさかお主とここで会うとはな。ご用件を伺いましょう。この地に詳しいか。野営のまとめ役ですので。この地図に心当たりは。食料を届ける者に渡しているもの、流民の野営の場所を記してあります。もしやこれは地すべてお主が束ねる野営か。有明では同胞が殺し合っていると聞きますが。無実の民が食い物にされ、足立家の女子供も殺された。裏切り者を裁かねば。有明のかがり火台が記してあります。ここに野営はありませんが、噂では賊に乗っ取られているとか。賊ならば良いのだがな。雅子様がいらっしゃった。お声をかけてあげてください。何か分かったか。貞雄はかがり火台におるやもしれません。あれは足立家が有明のため建てたもの。恥すら知らぬ裏切り者め。奴には手の者がおるゆえ、我らのことも知られましょう。いいさ、迫る恐怖に震えながら私の到着を待つがいい。行きましょう。貞雄はなぜ裏切りを。私が奴を咎めたからだ。米を盗み飢えた民に売っておった。蓋で米が足りないゆえんでしょう。
証明はできぬ。村はひどいありさまであった。やつは何？万兵がおります。腰抜けは隠れておるか。佐渡、首を洗って待っておる。ここだ。去ったようだな。館で死ねばよかったものを。ああ、死にたかったさ。クズめ。殺したのですか。雅子殿。やつは私の慕う者を全て殺した。だが、なぜだ。くだらぬ復讐のためだとでも言うのか。菰田の浜で死ねなかったことを私も悔やんでおります。勝ち目のない戦に自ら身を投じたのはそれがたやすかったから。ではなぜまだ生きておる。
守るべき民がおるからです。そして撃つべき敵も。サダオが死んだ今、黒幕は私が生きていて探しておることを耳にするだろう。恐怖に震えていつか尻尾を出す。ご無理は禁物ですぞ。お主もな。今さら後には引けぬぞ。他の裏切り者も見つけましょう。その前に叔父上を助けねば。では兼田の村で待っておるぞ。Oh.